スパーク。歴史に残る壮絶な戦いとなった世界フィギュアスケート選手権、心を震わせたあの世界のスターたちが今宵は皆様の心を躍らせます。はい、照明の演出であったり選手たちの違った一面というのが、ね、見られるのも魅力的ですよね。はい、そうですね。やはり大会のピリピリしたあの表情もいいんですが、やはり終わった後リラックスしてエキシビションに臨む。さあ続いては羽生結弦選手の登場です。右足首の怪我に苦しんだ今シーズン、オリンピックゴールドメダリストが世界選手権の舞台に帰ってきました。フリーでは会場を、世界中を興奮に包み込んで、銀メダル、羽生結弦です。羽生結弦のエキシビション、春よ来い。全身で表現していますよね。実に繊細な舞。舞い散るリンクの氷が桜の花びらに見えました。羽生結弦の春よ来い。ゆずる羽生、大歓声に包まれています、埼玉スーパーアリーナ。いや村上さん、はい、やはり羽生結弦の世界観というのは唯一無二ですね。はい、この桜が散りゆく切なさだったり、もどかしさ、そして咲く嬉しさというものをすべてこう体一つ一つで表現していて、
もう見ていてグッと引き込まれましたね。本当に一つ一つの動きにストーリーが私たち見てる側にも伝わってくるって本当に理想のスケートですよね。はい、もしかしたらスケートこそが羽生にとっての言語なのかもしれません。羽生の心に火はついています。羽生結弦選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。このエキシビション春よ来い日本で大勢のファンの前で滑ってみていかがでしたか？とても待ちに待った瞬間だったので、自分にとっても、うん、なんかもちろん自分にもある意味今回の、世界選手権でこれからまた新しい春が来るんだなっていうような気持ちもありましたし、また今回いただいたたくさんの応援だとかそういうものを皆さんに今度は、まあ、自分が春として届けられたらいいなというふうに願いを込めて滑らせていただきました。この世界選手権は羽生選手にとってどんな舞台となりましたか？そうですね、まあ悔しいんですけど、でも本当に日本らしい、日本開催らしい素晴らしい試合だったと思いますし、その中でこうやって、まあ、1位を争えたっていうのはすごく楽しくもあり、そして大きな収穫もありました。そして羽生選手は世界選手権をシーズンの締めくくりとして存在すると話していらっしゃいましたが、今シーズン1年を振り返ってみてはいかがですか？まあ、もちろん自分自身のために楽しく滑ろうっていう気持ちは強くありましたが、最終的にこうやって、まあ、試合をシーズン通してやってみて、やっぱり勝つこと、競技を続けていくこと、そして最終的にこうやって喜びの気持ちでいっぱいになりながらエキシビションまで、怪我なく滑り切ること、それが本当に自分にとっての幸せであって楽しみなんだなというふうにも思いました。まずはゆっくりと体を休めてください。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お汗が、お汗がありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。羽生結弦とネイサン・チェンの激闘、そしてシニア女子初の4回転ジャンプなど歴史的名場面が数多く生まれた日本開催の世界選手権、まもなくフィナーレを迎えます。解説村上佳菜子さん、はい、改めて今大会を振り返っていただけますか？はい、もう本当に素晴らしい演技の数々だったんですが、はい、やはり悔しい思いをした選手、そして全て力を出し切れた選手、いろんなドラマが詰まった世界選手権だったんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、これまで世界選手権、まあ、日本は世界のトップに君臨しているところもありますから、ですから男子女子ともにですね、メダルを獲得するというのが当たり前のようにも思えたんですけれども、はい、そうではないんだなということをですね、痛感させられた大会になりましたよね。そうですね、もうどん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 フィギュアスケート界の世界中がレベルが上がってるんだなっていうのを改めて感じましたね。はい、間違いありませんね。ですから日本フィギュアスケート界にとってもさらなる成長が期待されるこれから先の戦いになりますね。はい、この大会を見たまた下の世代もこれからどんどん出てくるかもしれませんしね。そうですね、このトップスケーターたちの仲間入りしたいっていう強い気持ちを多分この試合を見て感じてるんじゃないでしょうか。村上さんもやはり浅田真央さんの活躍を見て、はい、私も活躍したいというふうに思ったんでしょうか？はい、私は浅田真央さんとその世界大会に出たいっていう気持ちが私を強くさせてくれましたね。なるほど、間違いなく今日本を引っ張るスケーターたちはジュニア世代のノービス世代の憧れであるはずです。日本フィギュア界がさらに強くなることに期待しましょう。なお今回のエキシビションで放送できなかった演技はこの放送終了後からフジスケホームページでご覧いただけます。数多くのドラマが生まれた埼玉スーパーアリーナで開催されたこの世界選手権、皆さん今シーズンも熱い声援ありがとうございました。それではまた来シーズンにお会いしましょう。